清掃大王像は、大韓民国、ソウル特別市の光家門広場に2009年に建てられた李氏朝鮮の第四代国王、清掃の銅像。清掃はハングルを、君民正音の名で交付したとされ、韓国では朝鮮王朝市場屈指の名君として、大王の名を建て祭られる。制作者は、金四ン、高さは6.2メートル。 幅は4.3メートル、重さは20トン以上。銅像の近辺には人けや側浮きなどが設置されており、また、像の背後は博物館、清掃物語の出入り口となっている。光家門広場の光景。清掃大王像は、忠だ公、李春心像と光家門の間に位置する。画像左の建物は、清掃文化会館。なお、画像中央は、 青瓦台系福宮の正面の大通りに清掃大王像を設置する計画は1994年にはすでに存在していた。当時の大通りは清掃寺という名称で、そこにはすでに1968年4月27日に除幕された立春神の銅像、ただたけこう立春神像があった。時の韓国政府は道の名前に合う銅像を置くとして、 清掃時の中部構造を、田だ寺に移転し、代わって、清掃時に、清掃像を新設することを検討した。しかし、田だ構造はすでに清掃時の象徴になっているとして、ソウル市が反対したため、この時は実現しなかった。時は、流れて2006年12月、クレヨ君ソウル市長が、光家門復元計画を発表した。これは、 当初の位置とは違う場所に復元された、慶福宮の正門、光家門を本来の位置で再復元する計画である。これに合わせて、清掃寺と太平路を統合して、清掃王寺とし、その一部を閉鎖して、光家門広場として公園化することとなった。すべての国にはその国の歴史性を見せてくれる、象徴物があるが持論であるクオ、クレヨン・ソウル市長は、 元からあったただたけこう、立像を残しつつその付近に清掃大王像を追加する形で光家門広場を造成することによって韓国史において最も尊敬される清掃と李舜臣の歴史的物語が描かれた国家代表広場を創出することを試みた。パリのシャンゼリーゼやアシントンのナショナルモールのように国ごとにアイデンティティを感じる空間を広場という 形態にして作り上げた。しかし、韓国には、そんな空間がなかった。クレヨ君ソウル市長。2009年7月29日、光家門広場にて2009年2月、ソウル市は、立っている姿よりも王座に座っている、姿の方が、厳格な王のイメージに合う、という意見が多かったことから、清掃大王像を座像として作ると発表した。なお、 清掃の歴史的肖像画は一枚も現存していないため、銅像制作に際しては、一万本紙幣にも使用されている、金はじめ明が想像で描いた肖像画、朝鮮王朝の開祖、大二十一代国王、英祖、第二十六代国王、高祖、朝鮮王朝の末裔、リスズの顔が総合的に参考にされた。なおリスズが二千十四年九月四日に、 テレビ出演した際に語ったところによれば、参考にされたのは、リスズと、観楽山にあるコーネイタイクン像だという。清掃大王の銅像は40代後半の顔に、微笑を称えたのが特徴だ。国民の皆さんが慰められるように恩和で慈悲深い、姿に作った。制作者、金四本女幕式は2009年10月9日に行われた。この日は清掃による、 君民声音交付から563年目のハングルの日にあたり、除幕式には李明博大統領やクレヨ君ソウル市長らが出席した。清掃大王像の近辺には清掃大王の業績が一目でわかるように、人形や足浮きなども設置された。2019年1月21日、ソウル市は光家門広場を拡張するための 光家門広場国際設計工墓店の当選策を発表した。当選策によると、清掃大王像は、忠だ公、李春心像と共に、他の場所に移転されることになる。しかし、設計図への批判が相次いだために、僕現準ソウル市長は2019年末まで最終決定を先延ばしする意向を示した。清掃大王像の地下には、 清掃物語という3200平方メートルの博物館が設けられている。清掃物語への出入り口は清掃大王像の裏手にあり、その他にも清掃文化会館大劇場と KT 入り口から出入りすることができる。清掃物語の展示内容は、ハングルの創生過程や、召使いの女たちに100日間の三千三五休業を与えたといった清掃の逸話など、 清掃大王の生涯と業績を称えるものになっており、6つの展示空間と映像館などで構成される。清掃物語の展示物はすべて外国人の理解を深めるために、英語、中国語、日本語、スペイン語での説明が併記されている。なお、清掃物語とは別に、2010年4月29日には、李春心の生涯や功績にまつわる展示スペース、 忠武鉱物語が開館した。清掃物語と忠武鉱物語は通路で連結されている。ありがとうございます。